今日はね、浮気を見抜く5つの方法ということでね、やっていきたいと思いますが、こういうのがね、皆さん好きなんですよね。結構リクエストが来るんですよ。あ、ドナルさんこんばんは。いつもありがとうございます。あ、カプチーノさんこんばんは。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。侵略の本とかね、書いてる人間です。はい、じゃあということで5つね、やってきますが、あね、まず1つ目が、これじゃあ 見抜いちゃダメだよっていうバージョンで、腕を組む。こう腕を組むとか、あと手のひらを隠す。で、見抜いたら NG ですよっていうね、話。これ、ね、よくあるんですよ。本とかで、腕を組む。例えば、浮気してるでしょって言われた時にこう腕を組んだりとかをすると、これはなんかこの攻撃のポーズだとかですね。で、なんかだから、なんか隠し事があるんで、やましいことがあるからこうするんだみたいな。とか、あと、手のひらをね、こういう風に手をひらを見せないように、こう隠すように机に置いたりとか、すると浮気をしてるんだみたいな、やましい隠し事があるからこうするんだっていうことがまことしやかに言われてるんですけど、これは嘘です。だこれで、あ、浮気してるなとかっていう風に見抜こうとすると、まず NG、 まあ失敗しますねって話。科学的にはね、あんまりっていうか全然信憑性がないと言われてます、嘘の見抜き方としてね。でこれなんでかっていうと、腕を組むっていうのがなんか相手への攻撃威嚇のポーズであることはまあそんなに間違いじゃないんですよ。ただね、一方で皆さんが、あ、もしさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、そう、皆さんがね、もし浮気をしてなかったとした時に、浮気してないのに恋人にね、あなたさ浮気してない、してるでしょ、怪しいんだけどって言われたらムカつきません？つまり浮気してない時に言われるとムカつくから、若干攻撃のポーズ出るんですよ。こういう腕を組んだりとか何かしらのポーズって出やすいんです。だから浮気をしてても出るし、浮気をしてなくても問い詰められるとムカついてそういうポーズが出るんですね。だから嘘をついてるんじゃなくて、そもそもこれは相手との距離を取ってるポーズって解釈した方が正しいので、腕を組んだりとか手のひらを隠すっていうので浮気を見破るっていうのはこれ NG ですよっていうことですね。はい、ということで、じゃあそれね、浮気を見抜く5つの方法で2つ目いきましょうかね。はい、2つ目が、男は恋人に優しくなる&マメになるっていう話で、これ男の人限定、次女の人いきますけど、男の人ね、男の人は浮気をすると恋人に優しくなるんですよ。で、マメになるんですよ、大抵。なんかプレゼントをくれたりとか、いつもよりも何か、なんか家のことしてくれたりとか、デートもなんか丁寧だったりとかするわけです。で、これなんでかっていうと、これ男と女で浮気をする、メカニズムが違うんですよね、脳の部分が。男の浮気って、多くの場合が体の浮気って言われてます。その身体的なね、浮気、体目当てでワンナイトしちゃいましたとか、別にそうじゃなくてただセフレでもいいんですよ。ただ男の場合はそうやって体が目的で浮気をすることが多い。で、そうすると心自体はまだ本命彼女が好きなんですよ、男の場合、男って。だから浮気がバレた時になんか振られそうになると、いやいやお前のことが大事なんだとかって言って、必死にね、なんとか別れないでよいねしようとすると、体は浮気してるけど心は浮気してないっていう男の場合だと、浮気をしてることへの罪悪感はあるんですよ、常に。じゃあ浮気すんなよって思うかもしれないですけど、まあそれはねしょうがない。これ男も女も浮気はしますからね。だけど多くの人がするんだけれども、男はやっぱり心はあって罪悪感はあるから、だから優しくなるんですよ。そう、ね、これ浮気がバレたくないとか、バレないように隠す隠さないじゃなくて、そもそも罪悪感があるんですよ、好きだから。好きだけど浮気しちゃうんです、男は。だから結局優しくなったりマメになったりするんです。で、すごい優しくなると女性はなんか最近彼氏優しいかもみたいに思って、最初浮気を疑わないんですよ。で、だからそこでなんか大きな食い違いが起きるというか、だから彼氏がいきなり優しくなったりとかマメになったりとか、基本そんなに付き合いたての頃、もしくはその最近までは優しくなかった、マメじゃなかったのに、なんかいきなり付き合って1年くらい経って、そんな急に優しくなることそんなにないですから、そんな、劇的に何かきっかけもないのに変わることはないので、男の人が優しくなったら結構アウト。次が、女は恋人に冷たくなるって話で、さっき男の人は優しくなるんだったんですけど、女の人は逆に恋人に冷たくなるんですよ。さっきの体の浮気っていうのと逆で、女の人って心の浮気をすると言われてます。つまり体の浮気じゃなくて心の浮気をしがち。だから浮気したらもうその浮気相手の男が大好き、超大好きみたいな、本命彼氏のことはもう心が好きじゃないから浮気する。だから男の浮気ってのは体の浮気、女の浮気ってのは心の浮気。これがなんでかっていうのは、中のメカニズムまで知りたい人はワンワン大学に入ってください。月額990円メンバーシップにね。で、そうなると当然心がもう浮気相手に言ってるんだから、女の人は冷たくなるんですよ。で、優しくできないんですよ。男の人って優しくできるっていうか、したくなっちゃうんですよ。で、一方で女の人でも全然本命彼氏のことを全然なんか好きじゃないなみたいな、なんか触れられるのも嫌だなとかってなっちゃったりもするわけですね。4番、ダイエット中は浮気をしやすいっていう話。
で、そう。あのね、ダイエット中って浮気しやすいんですよ。で、これダイエット中に浮気しやすい理由が3つあって、まず1つが、これよく言われてることで、ダイエットをしだすときって、例えば見た目に気を使う。なんか好きな人ができたからダイエットするとか、ジムに行く。なんか聞きますよね、これ。で、これは1つ目。で、ただ、もう2つがポイント結構重要で、人ってね、ダイエットをするとね、浮気しやすくなるんですよ。っていうのも、ダイエット中って例えば、ほら、炭水化物を抜いたりと、糖質制限ダイエットとかをしますね。そうするとね、脳が動かなくなるんですよ。で、すごいざっくり言うと、脳の前の方にある脳の部位が全然動かなくなるんですよ。自制心みたいな。うん。例えば、ギャンブルでお金使わないようにとか、なんか爆買いしちゃダメだよなとかっていう自制心ですよね。で、そういったものが効きづらくなるんですよ。ダイエット中って、そもそもダイエットをしようと思った時は結構横島なやましい気持ちがあると。で、じゃあ実際ダイエットをし始めちゃうと、で、うまくいってればいってるほど自制心が効かなくなってくるので、目の前に逆に違う全然ね最初気になってなかった異性とかのことも誘われたらおってなっちゃうわけですよ。頭も悪くなりますね。うん、そう、記憶力が低下したりとか、まあだから基本的にダイエット中って人間の尊厳みたいなものが全部なくなると思ってもらったらいいんです。耐えようと思ってもね、耐えられないんですよね。例えばボディービルダーみたいな、要するに体脂肪率一桁ですとかまで行くとあんまり性欲とか出てこないですね。だけどそこまで行く前ぐらいって性欲もあるし、モテるし、自制心効かないし、で、だからトリプルパンチぐらいで浮気するんですよ。ダイエットをしだしたら、そもそも浮気をしてるかもしれん、したいのかなっていう動機があるのかなって思うのプラスし始めたら、浮気の危険性がめっちゃ高くなるということです。MRKさん、脳に優しいダイエット方法ってありますか？ああ、脳に優しいダイエット方法ね。脳に優しいダイエット方法は3つバランスよく、炭水化物、脂質、タンパク質ね。を基本的にはちゃんと取ってあげる。5対3対2とかで取ってあげる。炭水化物5とかで、タンパク質3で脂質2とかで取ってあげる。っていうのが、だから要するに過度なことをしないっていうことですね。うん、で、あと、脳に優しいので言うと、ダイエットコーラとかね。うん、ああいうのは飲まない方がいいです。あと、人工甘味料ね。あれなんでかっていうと、人工甘味料って、ね、ラカントとかいろんなものがありますけど、取りますよね。摂取しますよね。あ、甘い、美味しいってなる。美味しいってなる、体に入る。で、そしたら今度脳が、あ、甘いもの入ってきたからそろそろカロリーが来るぞって思うわけです。脳が予測してね。たら脳が予測してカロリー来るって待ってんのに全然来ないみたいな。だからなんだろうな、わかんない、クリスマスにプレゼントもらえると、誕生日にプレゼントもらえると思ってんのに全然くれないみたいな、記念日に祝ってもらえないみたいな状態になるんですよ。で、そうすると脳がめっちゃイライラするんですよ。で、そうするとなんで甘いの食べたのに全然カロリー来ないじゃんってなって、余計食べたくなるっていう。専門的に言うとフリストンの自由エネルギー原理とかいろいろ言うんですけど、そういうね、脳の予測のメカニズム反しちゃうんですよね。食事のバランス、炭水化物抜くとかは良くないのは当然だけれども、ダイエットコーラとかあんま良くないですね。うん、そう。あとね、だからそもそもほらダイエットゼロキロカロリーコーラとかいろんなものって、あれってカロリーはないんだけれども、甘いものが入ってきたって入って時点で食欲中枢は活発になるんですよ。だからほら皆さんチョコ食べるとなんかもっと食べたくなったりとかねするじゃないですか。だから食べる、入れる、カロリーっぽいものを入れる、あ、カロリー来そうっていうと、もっとご飯食べたくなるんですよね。でも全然カロリー来ない、みたいな。全然栄養来ない、みたいな。なので、これもやめた方がいい。まあ、結局ね、バランスよく食べてた方がいいんですよ。バランスよく。マッスルグリルっていうね、筋肉系 YouTuber の沼ってやつがいいですよ。沼。炊飯器にご飯と鶏肉とオクラとなんかぐちゃぐちゃ入れて、カレー粉入れて、何？炊飯器で炊くっていうだけの。まあ、そういうのがね、一番いいですね。はい。あと、ダイエット中浮気しやすいの三つ目の理由が、そもそもスポーツジムとかって浮気の温床だと、いうことで、じゃ浮気がどこで起きるのか、不倫がどこで起きるのかの、結構トップ3ぐらいに、スポーツジムってジムだけじゃなくて、別に何でもいいですよ。テニスクラブでもいいし、なんかゴルフのあれでもいいし、他でも何でもいいですよ。で、とにかくそのスポーツをするようなところってのは、とにかく不倫の温床になると。うん、不倫発生率が高いと。で、で、これはね、わからなくもなくて、まあそもそも薄着じゃないですか。うん、っていう、単純な理由と、あと、男の人も女の人やっぱ運動してるとモテるし、なんだろうな、魅力的に見えるんですよ。で、そうすると、女の人がちょっとアプローチします。で、そうすると、自制心がなくなってる男は、ちょっとホイホイついてきますっていう、すごいいいループになっちゃうんですよ。だから、ダイエット中は浮気しやすいということで、これはね、はい、気をつけましょうということです。はい、で、5つ目ね、スマホで浮気を探る。やっぱりこれが一番効く。
し、あの実体験っていうか、なんかいろんなの話を聞いてたりとかしてても、今日インスタでね質問も募集してたんですけど、浮気のエピソードですかね。そう、やっぱね、これが一番あの聞くっちゃ聞きますよ。つまりあのお風呂に持ってくようになるとか、トイレに持ってくようになるとかっていうのは、これやっぱ一番目に見えて分かりやすいし、結局世の中の多くの浮気ってこれで発覚してたりするわけですよね。恋人側がなんか違和感を感じる、でその違和感ってなんで感じるのって言ったら、常にスマホを持ち歩くようになったとか。ただスマホを持ち歩くだけだとあれなんで、もうちょっと言うと、このスマホを置く位置、自分とパートナーのスマホを置く位置に気をつけてほしいんですよ。つまりマイクと僕がね、このだ僕とこいつがパートナーだとした時に、中間ぐらいの距離に置けるかどうか、これがすごい自分のところによって、置いちゃう、もしくは全然真ん中に置けるかどうかで、やましいかやましくないかっていう、浮気してるかしてないかは結構見抜ける。でっていうのも、例えばじゃあこの iPhone はこのマイクの iPhone だとするじゃないですか、これね。でただ僕がなんかこうちょっと貸してって見ます、ただそれをスマホをね真ん中ぐらいに置くとしますよね。返すときにありがとうって返します、真ん中ぐらいに置きます。そしたら浮気してる人っていうのは大抵こうやって自分の方に寄せます。なるべくあのこのやましい物体を自分の体に近づけたい、むしろ逆に言うと相手バレちゃいけないあの本命恋人の近くに置いときたくないんですよ。でだからこれね、別にね、皆さんね、普通にこのスマホだけじゃなくて、だからやましいものをあの取られちゃまずいものを相手の近くに置いておくってすっごいストレスかかるってなんとなくわかりますよね。そう、まさにこれで、自分が借りる、返す、わざと真ん中に置く、そしたらそれをすぐにさっと使うわけでもないのにこっちにさっと戻すかどうか、こういうスマホの位置が結構重要。スマホの中に浮気の証拠もあるし、スマホの位置で浮気もわかるしということでね。で、あとね、これ皆さん感覚的にわかると思うんですけど、やっぱスマホの例えば LINE を打つ時の角度ですよね。あのいつもこうだったのにこうなったとかね、こうがこうなったみたいな、あの微妙な角度ですよ、微妙な角度。まあ、ということで、まあ、とりあえず、あの、1、2、3、4、5個とね、やってきましたが、これね、まず一つ目が腕を組む、手のひらを隠すは NG だよと。だこれで見抜くってのはあんまり妥当性がないよと。で、2番目が男は恋人に優しくなってマメになるよってのと、3番目が女は恋人に冷たくなるよっていうのと、4番目はダイエット中は、ダイエット中はね、浮気しやすいよっていうのと、5番目がスマホで浮気を探ろうってことね。うん。ここでね、まあ、3つ喋ってきました。はい。いやー、いい配信なんじゃないですか。あの、だって、あの、浮気の見破り方をいっぱい教えてくださいってね、結構来るんですよね。あの、質問、インスタで質問ありますかとかって聞くと。そう。ただ、あのね、なんていうのかな。浮気の見破り方とか、あと、脈ありの見抜き方って、そんなに確率は高くないです。この方法を使ったって、正直。うん、っていうのも、なんかこの人脈ありかなどうかなとかってのも正直わかんない。 100% わかる方法もないし、 90% ぐらいわかる方法もないんですよ。浮気も結構そうで、結構ね、浮気疑ってんだけど、でも実は疑ってみたら白だったってことも結構あるんですよ。スポーツジムに通いました、だけど白だった、ありますよね、普通に。だし、急に優しくなっただけれども、なんかあの去年の誕生日は全然なんかね、いいものくれなかったのに今年はすごいいいものくれた、でだけど白だった、ありますよね。で今日紹介した5個の方法っていうのは結構あのなんか心理学的に脳科学的にとか基づいてというかなんだけれども、まあ、これを使ったといってもなんだろうな、例えばこれ5個全部当てはまったからといって絶対浮気してるかとかっていうとそうでもない。ただまあ浮気を見破りやすくするためには使ったらいいんじゃないかな。要するに浮気してるかしてないかってのってもう 50%50% コインを投げて裏か表が出るかじゃないですか。でだけどまあそれをまあ60から70%ぐらいは当たるんじゃないのぐらいにするぐらいの感じで思ってもらったらいいかなと思いますね。習慣化の心理学とかでね、資格の勉強しよう、ダイエットしよう、筋トレしよう、やっぱり3日坊主でね終わっちゃうと。新しい習慣を身につけるときに、新しい習慣をもう自分が習慣化しているものとくっつけちゃいましょうっていうのが必然ルール。 MBTI についてちょっともうちょっと深く話していこうと思うんですが、 MBTI さっき言った通り類型論です。類型論は基本的に現在の科学だと否定されてます。なんだけれども、じゃあ MBTI 自体は合ってるのか合ってないか、僕も実際実験してみるんですけれども、 MBTI って結構うまく性格を反映してたりするんですよ。